どうも、こんにちは。人の不幸は蜜の味。そしてですね、人の自慢話は腹が立つと。いろいろとあります。よくね、会社の飲み会で上司の武勇伝聞くのがもう聞くに耐えない。だから飲み会面白くない。とかね、上司とかね、先輩の自慢話を立てないといけないところがストレスになるって方いらっしゃると思うんですけども、皆さんどうですかね。私の場合はね、人の自慢話って結構好きなんですよ。あ、なるほどなぁ。どうやったらそういう風になるのかなぁ。 羨ましいななって思うばかりなんですよで、人が自慢話をしている時にこの人は自慢できるような人生を送ってるんだなよかったなっていうふうに思うんですよね。で私自身ね自分の人生にたくさんの自慢があった方がいいと思うんですよ。あとはねそれの伝え方でしょうね。自慢話が嫌な人には自慢話に聞こえないようにまあ語っていくっていう方法もありますしやっぱりね一定数自慢話が好きな人っているんですよ。 わ、すごいよね。そういう風になったらほんといいよね。どうやってそういう風にするのっていう風にね自慢話に対してものすごく興味を持ってくれる人とはむちゃくちゃいい関係になるんですよ。でも人が自慢話を始めたら急になんかね聞きづらそうにしたりとかね話題切り替えたりとかねああなんかよく自分の自慢話するよね恥ずかしくないのかしらみたいになっちゃうっていうのは結局これはね人の不幸は密の味じゃないですけども 自分がなんか失敗をして痛い目にあったって話は聞きたいんですよ。人からね。いや、俺さ、なんかこんな失敗しちゃってさ、本当に今まで落ち込んでんだよねっていうのを見て半笑いしながら大変だったねって答えるのが好きなんですよ。つまりは人が落ちていくのを見て相対的に自分が浮き上がりたいっていう、そういう風な気持ちなのかなと思いますけども、これはね、でも本能的なものじゃないですかね、こういうのはね。なんか人が落ちぶれていくので安心するみたいな。うん まあでも本来ならねそうじゃなくて人がうまくいくこととか人が喜んでいることを自分のことのように応援できるような心理状態に入るといいんですけどもね、うん、あなたはどちらでしょうかね、うん、できれば人が悲しい時に落ち込んで励ましてあげるとかねで人が喜んでいる時とかいいことがあった時に自分のことのようにね一緒に手を取って小踊りしてあげるとかねそういうふうにしていくと 自分と気が合う人っていうのが本当に見えてくるんじゃないかなと思うんですね。人が落ちぶれてるのを喜ぶってどんな精神状態なんだろうと私は思っちゃうんですけどもね。うんまあでもねあの権力の座についてる人が落ちぶれていくのは私も結構ね好きですけどね。「騎士だ!」とか言ってね動画作ってますよね。「騎士だお前何やってんだよ!」みたいなね。<laughs> はいということで、ね、これはね人ではなくて。 権力についての、まあ、私なりのというやつでですすかか、ね。ね、はい。じゃあ、今日は以上ですかなるべく人が自慢話をしたらしっかりと聞いてあげて叩いえてあげたらいいんじゃないかなとそうするとその人の関係って絶対に良くなりますからね自慢話を聞く人人は求めていますんでそれじゃあお疲れ様です